ポルシェ911はドイツの自動車製造者ポルシェが1964年から製造・販売している高級スポーツカー。1964年の発表以来、現在に至るまで第一級の走行性能を持つスポーツカーとして知られており、ポルシェのフラグシップモデルである。デビュー当初から一貫して RR 方式を基本としており、21世紀の現在では 量産式 RR 車として異色の存在となっている。また、1990年代まで四輪車では数少なくなっていた空冷エンジンを搭載していたことでも知られる。時代に応じて多少の変化はあるが、基本的な車体形状と丸いヘッドランプはデビュー以来変わっていない。1956年にスタートした356の後継車プロジェクトは、 フェルディナント・アレクサンダー・ポルシェを中心に進められた。356は設計当初に座席であり、2年、生産された後に補助座席として、後部に座席が付け足され、室内が狭かったことから、室内スペースを広く取るためホイールベースを延長し、2プラス2シートを確保するという骨格の下で進められ、試作車が3から4台製作された。プロジェクトは、エルビン・コメンダに引き継がれ、 一時は大型4人乗りモデルも検討されたが、最終的ににプラス2のコンパクトクーペに落ち着いた。1963年356の後継者としてフランクフルトモーターショーでプロトタイプがデビューし、1964年から本格生産に入った。当初は開発コードそのままに901と名乗っていたが、プジョーが中央に例の入った3桁数字をすべて 商標登録していたため、911と改めた。初代生産型は開発コードの901からそのまま901型と称され、部品番号の冒頭にも901が入っている。通称、ナロー日本には、三ツ和自動車により1965年より輸入されている。技術担当重役は、海、止まら、エンジン開発主任は、フェルディナント・ピエヒ。 スタイリングはフェルディナント・アレクサンダー・ポルシェが担当した。エンジンは新たに開発された空冷水平対向6気筒で内径ファイ 80mm 高帝 66mm。低騒音と高出力を兼ね備えており、将来性があるとの観点から従来のプッシュロッド式に変えてサイチェシーが採用された。排気量は大きなマージンを取り、 かつての届きやすい価格にするため 1991cc になったものの、後の市場の要求次第で2.7リットル程度まで拡大できるようになっていた。総アルミニウム合金製のクランクケース、チェーン駆動されるカムシャフト、ドライサンプ、鉄製シリンダーライナーをアルミフィンで包んだバイラル構造シリンダー、軸流式冷却ファンなどが特徴点として挙げられる。キャブレターは、 ソレックストリプルチョーク 40π オーバーフロー型をツインキャブで採用していた。クラッチはフィヒテルザックスが生産した砂型アルミニウム芋の製で、軸間距離は 68mm、ファイ 215mm 短板ダイアフラム式。全長は 4163mm。全幅は 1610mm。ホイールベースは 2211mm。トレッドは、 全線3 3 7 m、mm、m 5 3 1 7 m m ホイールは、前後とも 4.5J15 イン。タイヤは、前後とも 165HR15。ブレーキは1系統で、パッド面積前52.5平方センチメートル、540平方センチメートル。オルタネーターは490ワット。暖房は、ヒートエクスチェンジャーに加え、補助的に、 メインタンクのガソリンを燃料とし、電気的に添加する、エーバーシュペッフヘル製燃焼式ヒーターを標準採用した。1967年のフランクフルトモーターショーで、タルガモデルが発表された。1967年8月から1968年7月まで生産された。ホイールが 5.5J1 母に変更された。セミオートマチックトランスミッションである。 スポルトマチック905型のオプション設定がされた。スポルトマチック搭載車はエンジン形式が別になっているが装着に必要なアタッチメントラグを持つ以外の差はない。ブレーキが2系統に増えた。エーバーシュッペヒヘル製ヒーターはオプションになった。1968年8月から1969年7月まで生産された。ホイールベースが 2271mm に 延長されるなどで操縦性が大幅に改善され、ポールフレイルは、ポルシェの中古車を買おうとしている人々に、それ以前の車は考えない方がいいと私は助言してきたと書いている。185、70VR15 タイヤと 6J1 のインホイールを収めるためにホイールアーチがつくようになり、これ以降、ナローの俗称を使わないものもいる。911E と 911S の 燃料供給が、ボッシュ勢力プランジャーメカニカルインジェクションに変更され、出力が向上するとともに燃費が改善され、また点火が容量放電となって、渋滞時のプラグオゾンが軽減された。リアウィンドウに熱線が入り、オルタネーターが770ワットに大容量化、されている。エアコンがオプション設定された。シフトパターンが一足が左上に来る一般的な。 ものになった。1969年8月から生産された。内径 Fi84mm 工程 66mm に拡大し、排気量 2195cc。マニュアルトランスミッションのケースがアルミニウムダイカスト製に強化された911型となり、クラッチは Fi225mm に体系化された。マニュアルトランスミッションケースは後に、 マグネシウム合金製に変更された。1971年7月まで生産された。1971年8月から生産された。内径 Fi84 工程 Fi70.4mm で、排気量 2341cc に拡大された。マニュアルトランスミッションは、レース用の916型をベースと四軸間、距離 77mm に拡大された。 マグネシウムダイキャスト製5速915型、または4速915型に変更された。クラッチが、ファイ 225mm に拡大された。オプションのスポルトマチックも強化されつつ、トルク比2.2に変更された4速925型、または3速925、10型に変更された。エンジンオイルのタンクが、右後輪の前に移動された。 1973年7月まで生産された。コストと使い勝手の面からエンジンオイルタンクが右後輪後部に戻された。1973年8月から1974年7月まで生産された。外観が米国の連邦自動車安全基準のバンパー強度、規定、STD215 に従った5マイルバンパーの装着により維新された。 以降930型が製造中止になる1989年までビッグバンパーと続称されたがノンターボーモデルは901型のまましばらく生産された。エンジンは内径ファイ 90mm 工程 70.4mm の 2681cc に拡大された。2カシルシリンダーであとアルシルシリンダーに変更された。リアサスペンションアームが アルミニウムイモの製となった。1974年8月から1975年7月まで生産された。オルタネーターが980ワットに大容量化され、ヒートエクスチェンジャーが改良され、オプションだったエーバーシュペアフヘル製ヒーターは廃止された。排出ガス対策の影響で、ポルシェ市場を初めてアメリカ市場向けのエンジンの交渉性能を他の市場向けより低く称した。 1975年8月から生産された。ブレーキのパッド面積は、全78平方センチメートル、こ十二2 5平方センチメートル。オートチョークを装備した。給油ポンプが大型化され、冷却ファンが5枚バネに強化された。H シリーズ911、2.7に相当する。グレードは廃止され、H シリーズ 911S、2.7に相当する911。 2.7と 911SC、2.7に相当する911、彼ら3.0のみとなった。1976年から全車主要、U、アエン、メッキで防サービス処理されたティッセン成工版を採用し、ボディの耐久性が大幅に向上した。サイドミラーの角度調整が電動式となった。1977年7月まで生産された。 1977年8月から生産された。180PS 5800rpm 25kgm 4000rpm のエンジン。当初より、米国の連邦自動車安全基準のバンパー強度、規定、STD215 に従った5マイルバンパーが装着された。930型は本来ターボモデルを指すものであり、 ビッグバンパーであっても、なモデルは1977年モデルまで901型のままである。1978年には、なモデルも930型となった。ボディの種類は、クーペと脱着式のルーフを持つタルガの2種類。トランスミッションは、当初915型と呼ばれるポルシェ内製トランスミッションを採用した。1975年8月から生産された。 サイドミラーが電動式となった。1976年から全車主要、U、ア r ン、メッキで防錆処理された後半を採用し、ボディの耐久性が大幅に向上した。1977年7月まで生産された。1977年8月から生産された。901型のままだった、ノンターボ車が930型に移行した。この年、 新潟県警察にパトロールカーとして配備され、その後20年近く活躍したことが知られている。日本でターボモデルの輸入が一時途絶えた。ポルシェ356で人気のあったオープンモデルであるカブリオレが復活した。1984年フランクフルトモーターショーで彼らの名称が復活した。フロアパンとバルカヘッドの板厚が 0.75mm から 1mm にアップし、 剛性が向上した。ターボの日本輸入が再開された。ノンターボモデルのトランスミッションがボルグワーナー式のゲトラグ製 G50 型を採用した。コンロッドボルトが強化され、ブレーキパッドがアスベストフリーとなった。1989年に964型に移行した。ボディ構造が一般的なモノコックとなり、サスペンションのバネがトーションバースプリングから、 コイルスプリングに変更された。外観は930型に似ているが、80%が新規部品である。また四輪駆動の彼ら4が設定された。詳細は、ポルシェ964を参照1993年に993型に移行した。次の996型のエンジンが水冷だったため、911としては最後の空冷モデルとなった。 詳細は、ポルシェ993を参照1997年に996型に移行した。トレードマークの一つとされてきた空冷エンジンが水冷エンジンとなり、車種も一新された。詳細は、ポルシェ996を参照2004年に997型に移行した。996型で不評だった、累的型ヘッドランプが廃止となり、 往年の丸型ヘッドランプが復活した。シャーは996ベース。前期型は996ベースのエンジンを使用し、後期型より直噴式新型エンジンに変更され、PDK が導入された。詳細はポルシェ997を参照2011年に991型に移行した。最大の特徴は車体に軽量金属を使用した軽量車子である。 エンジンは997後期型を改良。詳細はポルシェ991を参照2018年に992型に移行した。詳細はポルシェ992を参照996型と997前期型に搭載された水冷エンジンではタイミングチェーンがエンジンの左右バンクで前後に分かれて配置されている。 そのためクランクシャフトからカムシャフトへ動きを伝達するインターミディエイトシャフトの長さが延長されてクランクケース前後を貫通しているこのインターミディエイトシャフトの不具合がブログ、掲示板、日本国土交通省の自動車不具合情報ホットラインなどで報告されているポルシェ本社は本不具合に対する公式見解を発表していないが 利用者からの情報を総合すると不具合は996型及び997前期型で発生している。997前期型の2006年と2007年モデルで応急的な対策がなされたが、当該年式においても依然としてインターミディエイトシャフトの不具合は散見される。本不具合はエンジン稼働中に応力のかかるインターミディエイトシャフトに負荷が集中した結果、 突然耐えきれず破損してしまうものである。この破損により、インターミディエートシャフトを通して制御されていたカムシャフトが暴走し、車はエンジンブローによって動作不可能となる。復旧にはエンジンの交換が必要である。2012年10月より、本件に関してポルシェジャパンによるサービスキャンペーンが実施され、該当者は無償で点検。 必要に応じ修理されることになった。なお、直噴エンジンに換装された997、後期モデルからは、インターミディエートシャフトそのものが存在しないため、本不具合とは無縁である。ありがとうございます。